まで伸びる旭川門別自動車道、白滝パーキングエリアに併設する道の駅にちょっと寄り道です。厨房に漂ういい匂い。この日、今月から提供が始まった新メニューが調理されていました。腕を振るうのは料理人歴40年の六角昭彦シェフ。カレー鍋を前にすればその真骨頂が現れます。使われるのはクミンやコリアンダーなどおよそ20種類ものスパイス。ホールトマトに隠し味のみりんが入った特製ソースでコクを出します。開発された新メニューには白滝ならではの味覚も加わりました。ジビエの加工品などを扱う製造販売会社です。トッピング用の鹿肉ソーセージを開発しました。少しでも道の駅が元気になって、まあ、白滝が元気になれればいいかなと、まっすぐ依頼は答えようかなと思いました。豊富なスパイスが使われたカレーに、地場で採れた鹿肉のソーセージ。気になるそのお味は、噛んだ時弾けるような感じでスパイスが効いていて、カレーとの相性も抜群です。積み上げていたものをフルに出し切った、カレーだと思いますので、味はもう自信になります。オホーツクの小さな道の駅が地元の新しい魅力を発信しています。